こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は、4月の28日の金曜日であります。今日はですね、共同通信のニュースでこういう記事がありました。経団連は26日少子化対策など、社会保障の財源について消費税も含めた様々な税財源の組み合わせによる新たな負担も選択肢とすべきだとする報告書をまとめた。社会保険料の増加で現役世代の負担が重くなる中、高齢者も含め国民全体で負担できる仕組みが必要だとしたということなんですけれどもね。よく経団連がこんなこと言うなというのは私のまず感想なんですね。でそもそも社会保険料のですね、この実態なんですけれども、これここに資料を貼っておきますけれども、今大体ですね、社会保険料はですね、大体、負担は保険料、これはサラリーマン、そういう方々個人が払っているもの、それとその同じ金額を大体、事業主つまり会社側が負担しますが、それが合わせて、74兆円で、払っている金額全体の、6割弱ですね。そして、あとは公費、国のお金が、入っている、地方も含め入っているわけですけども、それが大体4割少々入っておりまして、合わせて、123兆億ぐらいのお金が出てるわけですね。払ってると。で、そのお金をもとにですね、年金に、58.9 兆円、45% ほど。で、医療については40兆円、3割ほど。そしてその他、その他の福祉で、いわゆる、子供の話もそうだし、介護の話も含めてですね、残りが、30兆円ほどあるということなんですけれども、この部分がですね、子育ての支援、という形で、これから増えてくると。で、その分を経団連はですね、消費税も含めて、社会全体で負担すべきだということなんですけれども、それは大間違い。まず、法人税で負担しなさいということです。で、もっと言えばですね、消費税ははっきり言って、経団連はじめ大企業、1円も払ってないんですよ。これ完全にですね、大企業がやってるビジネスモデルでは、消費税が外税で完全に転嫁されています。で、つまり消費者、この会社が売ってる人、このいわゆる B2B でしたらね、同じ事業者同士に転嫁しますけれども、最後はそれは消費者、つまり個人が、その分を、転嫁されて払うことになっていますから、消費税を払っているのはですね、個人なんですよ。で、個人が、消費税自身は負担していると。ですから、法人の場合はですね、消費税かかっていますけれども、当然仕入れ税額控除していきますから、結局、その仕入れ税額控除した分しか、負担はしていないんですけれども、そもそも、その最終的負担者はですね、どんどん、最終的な消費者に遡っていきますから、結局最終消費者っていうのは、基本的に個人ですね。で、法人の場合には、基本的に、自分たちが、仕入れた分はですね、最終的には、この控除をしておりますから、払ってないわけですよ。ですからそういうことで、そもそも経団連が、広く薄く負担すべきだという前に、あなた方、法人はですね、今法人税、住民税も入れて3割切っているわけですよ、実効税率が。で、そのために、結果的にですね、5年間で100兆円を超える、内部留保が、増えたと。で、今500兆円を超える内部留保が、あると言われてるんですね。で、だから、広く薄く負担する以前に、まず、経済の主体である法人がですね、法人税含め、住民税も非常に低いと。で、結果的に内部留保がどんどん溜まっているわけですよ。で、これが、デフレの原因を作っている。そして、この民間の、この企業部門で言うとですね、この貯蓄超過、つまり、そういう内部留保何度もありますけれども、そういう預貯金の金額よりも、この借り入れして投資をしていく金額の方が少ない。つまり貯蓄超過であるということも、これはっきり統計上出ているわけですね。つまり、今の日本の経済は、経団連をはじめとする大企業、ここがですね、お金を使っていないと、溜め込んでいるというのがですね、デフレを作る元になっている。
そして消費税も含め幅広く負担というけども、そもそもの消費税の負担を実際の負担しているのは個人であってですね、企業部門では基本的に負担していないんですね。ですからこのことを分かっていればですね、経団連側が偉そうにですね、国民全体で国全体で負担をしていくべきなんて話はありえないんですよ。だからやるんだったら法人税を上げるべきなんですね、まず。で、ただ私はですね、持論としてこういう溜め込んでいる内部留保、これを吐き出させて世の中のために使うためにもですね、法人税を上げるべきだというのはもう随分前から私は主張していますが、その法人税を、昔ですね、準備税と合わせれば、5割の、この負担をしていたわけですよ。1億円儲ければ5000万円は税金で払うと、こういう形だったんですね。まあ、ところが、1億円儲けても3000万円しか払わなくていい、7000万円は残る仕組みなんですよね。で、これが、内部留保を生み、貯蓄超過、このいわゆる、投資するよりも、貯めているお金の方が大きいと、こういうことになってるんですから、ここをまず考えるべきだと思いますね。そして、とはいうもののですね、今、このいわゆる、資源高、等ですね、このコストプッシュインフレで、経済はまだ、まともな状態でないということを考えると、当面の間私はですね、子ども手当の分のこういうあの子育て支援のためのですね、社会保障の給付が伸びる分、まあ何兆円ずつか増えるでしょうね。でこれは、その分は全部国債発行でいいんですよ。で国債発行したら孫子の代の借金を増やすのかということをまた、何とかの一つ覚えのように言う人がいますが、これは事実ではなくてですね、孫子の代の、借金を増やしてるんじゃなくて、孫子の代の、この預貯金の量を増やしてるんですよ。国債を発行して予算を執行する、子供の、給付、手当の給付などに渡していくということはですね、完全にその分のお金が民間の子育て世代に行くわけですから、孫子の代の借金じゃなくて、それ子供を育てようとする世代に対してお金を渡してるわけですね。そして国債発行はもちろん、国にとっては負債になりますが、その償還は、これ以前から何度も説明しますように、仮返済で行っている。そしてこれは日本だけではなくて、全世界共通の、ルールなんですよ。やり方なんですよ。国債を償還するときには、新たな国債を発行して、その分で、償還をしていると。だから国債の発行残高は増える一方で減らないんですね。この国債の発行残高が増えているということが民間にお金を供給している。まさに、通貨供給をしているわけで、本来ですとね、これがそれだけ出しているわけですから、国民側に出したお金が使われていくと当然経済良くなるはずなんですが、問題は今言いました、法人部門がですね、貯蓄超過ということで、また内部留保が5年間で100兆円。増えて、今500兆円を超える金額になっている。まあ、これが、せっかく政府がお金をすって渡していてもですね、経済が良くならない根本的な原因ですから、彼らがお金を使わなきゃならないんですね。で、しかしそれを使わせるためにどうするかというと、一つは、政府が長期的な、インフラ、この計画などを示すことによってですね、長期的にこういう事業が、政府は予定して予算をつけていきますよ、ということを示せば民間部門も必ずですね、その受け皿としての仕事をするためにですね、前のめりで先に投資をしていく、重機を買ったりですね、様々な、この施設を、やり替えて、その受注を受けられるような仕組みを作っていくなり、そういう投資をするわけなんですよね。だから、こういうことは一つ大事ですけれども、もう片方で、そういうふうに民間側もお金をどんどん使い出す。で、しかも、今、内部留保がですね、500兆円を超えるだけのお金が民間企業部門が持ってますから、本当にこれを全部使い出していくとね、これ大変なインフレーションになるわけですね。だからそれを、この事実上コントロールするためにもですね、私はあらかじめ法人税率をですね、今、3割切っている実効税率をせめて4割ぐらいにはですね、上げておくべきだと。で、そうすると、政府が出したお金、これが民間に回っていって、企業部門にも回っていくと。
で、それをまた企業部門が使っていくときに、もう7割もお金が残ってしまっていればですよ、本当にこれ使い出していくと大変なインフレ更新ということもなりかねないけれども、まあ半分近くはですね、税金で納めてもらうということにすれば、彼らが、この使うお金もですね、それなりにコントロールできる。さらに、長期計画を立てる、示すことによってですね、彼ら自らがですね、民間企業自らが、このお金を借りて投資するという動機づけを与えることにもなりますから、そういう長期計画が必要なんですけれども、まあ、いずれにしましてもですね、経団連が言っているように、国民全体で社会保障の負担をするために、消費税を上げろというのは、全くこれはもう、間違った発想で、そもそも法人部門が消費税を払っていないんだと。これはもう、個人部門が最終的に消費税の負担をしていると。そして、法人部門はそもそも貯蓄超過で、税金がですね、非常に安くなってしまったために、莫大な内部留保を貯め切っていると。だそういう、その一番のですね、中心メンバーである経団連がですよ、社会保障費上げるんだったら国民みんなで負担しなさいと。バカかと。本当に私は申し上げなければならないと思っています。ということで、この間違った議論、やめさせなきゃならない。ぜひ皆さん方も、ご理解いただきたいと思います。本日もご覧になっていただきましてありがとうございました。